日本政府は中国共産党の軍民技術融合戦略による海外技術の盗用を防ぐため軍事用の最先端技術の管理を強化し留学生による軍事技術の流出を防いでいる日本の大学でもそのための対策が進められている。 9月23日の日本のメディア報道によると日本の国公立大学および私立大学の最新調査で31校の大学が最先端技術の研究に携わる留学生に対して厳格な身元審査と所属組織の背景審査を実施または検討しているという。 この調査は中教軍を背景に持つ7校の大学と交流協定を締結し、孔子学院を持つ大学を含む日本の67校の大学と留学生数の上位30校の大学を対象に行われた。今回の調査では56校の大学から回答を得た。 これまで多くの大学が留学生に最終学歴の申告を義務付けてきたが、今回の調査では過去の学歴や職歴などの身元確認の強化を検討している大学が31校、軍事関連組織への入隊の意向を確認している大学が10校、留学中の海外組織からの財政支援内容を確認している大学が14校であった。しかし24校の大学は 管理されている技術を日本から持ち出さないという制約書に署名するよう留学生に義務付けるなどを実施または検討している。日本のメディアによると昨年5月の時点で日本は28万人の外国人留学生を受け入れている。中国人留学生が最も多く全体の4割以上を占めている。